インポスターメイヤさんと。はい、はい、ナイスボタン。キッチンがなかったのと、さっきボタンを忘れていたので押しときましたもん。皆さん部屋主なの忘れなく。あ、そうだ、部屋主でした僕。ごめんなさい、オラクミュートになってます、まあ、もう今後ちょっとボタン押しません。いや、やっぱあの初めにさ、次行きますかっていう仕事誰にするか白黒はっきりしましょうか。タオちゃん誰にするか、タオちゃんにするか。じゃあアシュさん、アシュさんに決めました。あー、よろしくお願いします。アシュさんのタイミングで次に行きます。よろしくお願いします。お願いします。大事です、これテンポ大事ですね。大事ですね。そうっすね。さて、このままエンジンの配線やろう。基本はクルーのタスク通りに。うわ、めっちゃいる。アドメン見よう。はい、なるほど。はい、弱い情報だけど、停電明けにバイタルを見たら死んでました。うんうん、はいはい。その前見てたら分かる。停電中武器庫にいるのは見てます。死んでます。あ、そうなんだ。ハイブリッド武器庫から一緒に出てエンジンルームを右の方に行ったと思っている。一応ハイブリが押しているので、その通路には死体がなかったから、うん、ワンタン金庫まではあるかも。見てるのでちょっと覚えてるうちに。ゲンです。先に言います。エレキずっと言ってたのはゲンです。あ、そうですね、エレキついてました。で、はい、最後、キッチンからセキュリティに行った人と、アーカイブ1、シャワー2、メイン1、ラウンジ貨物にいました。多分俺映ってない気がするんだよね。キッチンからセキュリティに行ったのがオラフ君とメイヤさんです。そう、でも僕はキッチンと席の、キッチンと席に入ってるから。いいです。そうだ、シャワーもう一人誰ですか。アシュ、シャワーで他見てないっす。上の方しか行ってないっすけど。じゃあラウンジとか貨物にいた人。はい、ラウンジ、はい、真横です。めっちゃ点在してたんで、多分貨物が七子さんじゃないか。多少ずれてるかもしれないですけど、はい、貨物が七子さんで、ラウンジが真横さん、はい、エレキが源さんで、シャワーとメインにいたと思います。ジミヤ君、シャワーって2位やったって言ったっすね。アシュシャワーにおったんですけど、シャワーには誰も他にいてなかったですね。 T のとこで、あの右側は見てないんですけど、うんうん、他にいなかったんで。あれ、俺はファイブリスセキュリティですか。あ、オラフ君がセキュリティは確定で言える。あと、畑迫さんがキッチンなのは言えると思う。で、畑迫さん視点も、僕も多分、キッチン席の見えないところにいる感じになってると思うんで、ね。そうですね。今回、オラフ君と、メイヤさん無理です。こっち面して。他にシャワーの人はいないの。いや、うん、いないんだったら柊さんか藤宮さんの2択かなって思いながら聞いてました。間違いか、うん、そうだね、間違いか、ベントしかない。貨物に行く。貨物で停電を直して誰かと勝ち合います。あ、でも、あの、慎太郎くんが、武器庫からハイブリさんのちょっと後に出てると思うんだけど、うん、藤宮くんその時ね、ダウンロードのタスクをしてるから、はい、そっからコックピットの情報があるんだったら、うん、割と藤宮くんじゃないんじゃないかなって思うけどね。ハイブリさんがその、ダウンロード見てます。右に行ってるって言うんだったら、うん、一緒に右に行った。うん、はい、トリマ軽めの偽装しつつ、軽めというかがっつり偽装だけどな。
です。ありがとうございます。はい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 、あ、現状、まあ、現状、釣り得だと思ってるんで、どなたか釣りたいなと思いつつ押しております。はい、あの、釣り位置は足湯かなって、まあ、客観視でも思ってるんですけど、一応、その、ハイクリさんが、うん。道中で切ってるっていうのも、まあでも、エンジンにはついてなかったんで、まあないか。シャワー2だったんですよね。エンジンは最後1ついてたの、はい、エンジンはついてないです。ハイブリさん最終どこなん、あ、そうか、ハイブリさんボタンいってるのか。はい。ハイブリさんも弾いていいのか。ラウンジ1やったっすか、それ結構ラウンジもありましたよ。それは、マユコさんって。マユコさんは隠しろ出していいと思います。うん、多分、停電直しに1回昇降機行って、そっからラウンジですよね。うん。昇降機には行ってないです、私。行ってないです。アーカイブからそのままラウンジ戻った感じですかね。ラウンジ。足と分かれた時に。はい、そうです、そうです。はい。僕タオルタスクで、あ、じゃあ、はい、え、上の方に行っててアーカイブそのまま、メイン側の扉の前まで行って終わったんですよ。なんで一応ケア基本は足湯さん疑ってるんですけど、はい、畑迫さんがキッチンからメインで弁当に飛んでっていうのは終えますかね、麺屋さん視点とか。いやいや、ないないない、時間はない、畑迫さんは無理だね。畑迫さん視点でも多分僕は時間的に無理だと思うし、無理です。うん、オラフ君が石油に抜けたタイミングでちょうど扉が閉まったのよ、キッチンの。ああ、そうです。で、僕が、あの、その扉開けて、キッチン席の間に行こうとしたタイミングで、佐藤さんが右の方に行ったって感じだから。あ、いいですか。はい。あの、もしかしたら、まあ、僕から提示的にはちょっと薄いかもしれないですけど、奈々子さんが貨物から弁当で飛んで、チンタロウ君切って戻ってる可能性があるのと、うん、あとは、チンタロウ君がその位置じゃなくて、インポスターが、隠れてただけなんかなっていうのも、の乗り換え、エンドが入れ替えてるっていう。エンドがあれば藤宮さんが確認できそうですけどね。あ、丁寧開け替えてたんで、確かに。しかも慎太郎さんとハイブリさんが同じようにエンジンをいってるのであれば、結構直近のキルなんで、藤宮さんがアドミンで見れないってことはないんじゃないですか。あれ、停電がせいじゃないかっていうのも。で、停電を勝ち合ってるっていう話をしてるんだけど、勝ち合ったのオラフ君？はい、合ってます。だから奈良子さんは厳しいと思います。そうなんです。はい、一応奈良子さんやった場合は藤宮くんとの二郎っていうところを追ってください。え、これって僕、あ、ごめん、ちゃんスキップ入れちゃった俺。あ、私もスキップ入れた。まあサイクロなんで釣っとかないとクルーでも、はい、そうですね。え、藤宮さんまで釣らない感じですか。くださいね。さて、俺釣られるかな。はい、ミサボ直しました。ナイスです。はい、ナイスです。いや、はい、思ったのが、まあ、藤宮さんが仮に、うん、まあ、手を染めてないインポスターだとして、アドミン情報を偽装して、例えばエンジン1があったけど、なしにした可能性もあるんかなとか思っちゃった。ハイブリさんがエンジンから右に行ってる慎太郎さん見てるんですよね。うん、はい、見てます。それは、なんで、まあ、その場合ってでもさ、あれじゃない？藤宮さんとハイブリさんの二郎とかになるよね。とかもあるんかなと思ったんで。まあ一応シェアとしてはあり。安定いくんだったらミヤちゃんはっていうのは本当にそうだと思う。ごめん、それやったら直接キルしてる俺じゃない？アドミン偽装してるにしても。だから それ以外のだからライブリスナー以外のキルに関われる人を洗った方がいいと思ってて。アドミン偽装が起きてるんだったらもう。なんか偽装そもそものであればそうですけど、うんうん、あと、うん、位置的に言うんであればハイブリ視点だとゲンさんがエレキにずっといるっていうのを先出ししていて、藤宮君があエレキずっと位置でしたの方が俺にとってはアドミン偽装やったらそっちの方がしっくりくるのね。ああ、なるほどね。ああ、うん、はいはいはい。だから正しくて他の二路合わせっていうパターン、うん、例えば奈々子さんとオラフ君とか、うんいろいろ可能性を追い出したら、あ、でもオラフ君はないかな。そうですね。オラフ君のキルはできない。メイヤーの畑底から否定できるから。あ、そっか。キッチン化石か。そう。アドミンって最後まで見てたんでしたっけ？はい。ごめんなさい、そこ聞き逃してたんで。見てます。で、ナナコさんも停電のやつでナナコさんも否定できるんですよね。なんか藤宮さんのアドミン情報から足湯さん釣ってるんですよね、この状況って。まあ、シャワーが2ついてたけど、うん、誰も名乗り出てないっていうので釣ってるもん。あ、現実、盤石は藤宮さんを釣ることだと思っていますが、現実でも藤宮さんに一応入れとくんですけども、なんか、うん、でも合ってるかな。あくまで完全を期するだけなので、あの、
皆さん目線白かったらスキップ多分ね、武器庫にいた人間からすると藤宮くんでダウンロードをしてたのね。でその前にもう出ていってるから、はいはい、藤宮くんがやってるとしたら多分エンジンとかの方に行ってキルして戻ってコックピットっていう感じだと思うんだけど、それは多分無理で、ハイブリーは一応エンジンです。1個だけ配線タスクやってから、宿舎ミーティングって言ってるから、これが見れる。僕を黒で追う場合はハイブリーさん、いやタワーに嘘の可能性も全然あるから、死体の位置分かってたりして。まあでも、停電見られてる。ここからまあ白い動きしなきゃな。連続偽装決まるから昇降機宿舎電気に。はい、仕事する、はい、みやちゃん電気室で発見です。電気室ゆぎさんはめちゃくちゃ直近です。で直近、あ、直近なんだ。電気室から5秒抜けてきました、はい、発見5秒以内には死んでます、うん、5秒以内だったらオラフ君は無理になるんだけどな。無理でしょうね。私からもないです。私からもないが言えます。で、現です。展望デッキで5秒以上前にナナコさんとオラフさんを見てますので、現オラフさん、ナナコさんまでは白で弾いてください。あ、で、うん、あ、そうね。私もそこさんに弾いていいと思います。ずっとコックピットで、アドミン見てたんだけど、展望に、キッチンに、エレキに診察1位のタイミングがあったと思う。診察1位があったそこですかね、多分。エレキ2、はい、エレキ2があったんだね。うん。エレキ2はゲンさんと誰かじゃないですか、多分。私と畑底さんじゃないですか、下手したら。現畑底さんで一緒になったタイミングがありました。でもその後、診察1って誰になるんですか、そしたら。ハイブリさんが見ててっていうことじゃないですか。いいんだったら、ブリちゃんが電気1で、現さんのが可能性が高いとは思う。うん。ただ、直近。あ、ごめんなさい、今のそのアド見て、いつのタイミングかって聞いてもらえますか。5秒前ぐらいかな。はい、ちょうど5秒前や。5秒前だったら、今の3人。3人がかりで白取ってるんで、そこで、はい、勘弁してください。ゲン7個、ほら、私は一応近くにいたんですけど、オラフさんと7個さん、マイクさんもらいましたね、失礼、はい、が死にしているので、はい、4人弾けるぐらいいけるかなと思います。視点だと、畑迫さんがバイタル偽装してる、もしくは、メイヤさんがアドミにいないの2択ですね。誰も俺はアドミにいる。見てますが。待って、俺してもらってない。藤宮さん、畑迫さん。メイヤーさんのいずれかだと思ってます、今回見るわ。まあ、藤宮さんのセリフが濃いのかなと思ってますけど、個人的には。ああ、そういうことなかった時点で結構。いや、僕は入れて。僕は入れてました。どうなんだろう、他の人に。うん、どうなんだろう。この状況だったら気がする。僕釣るんですか、うん、ああ。この状況ならね。まあまあ、じゃあ、畑底さんが。でも信じてるよ、黒だと思ってます。わかる。信じてるよって、七子さん入れましたよ。まあまあまあ、ちゃんと。まあ、6に1路。悪かないでしょう。全然勝てる。ハイブリさんが死んだことから、俺とハイブリさんの二路がないことを追ってほしかったな。
めっちゃ黒くなられたからな、しゃあない。いいぞ、長い。うん、まあ、うん、畑迫さんを釣るかどうかですよね。畑迫も怪しい位置なんだけど、だからその場合メディカルの位置、あ、でも切った後メディカルいけるか。うん、で直近っていうのはたらゲンさんにバレると思うんですけど、僕ゲンさんが診察から来てるのを見ていて、エレクトリカルにいる間に、はい、だったらゲンさんが僕がエレクトリカルで起動してた場合発見できるんじゃないかなって思うんで、まあ位置関係的なものによるので厳密にはいませんが、基本的には畑迫さんは起動しにくいと思ってます。私と同じタスクをまあ数秒程度やってるタイミングがあったので、はい、めちゃめちゃやりにくい位置だろうなと思ってます。メイヤーさんどこにいたんだっけ。僕は、最初アーカイブで湧いて、アーカイブのタスクが終わった後にシャワーメインエンジンで一回金庫でタスクしてるのね、金庫室で。でミーティングでボタン押そうと思ったんだけど、俺そういえば初手ボタン押してるの忘れてて、じゃあコックピットでも見るかと思ってコックピット行って、アドミン見てたって感じです。僕が多分エレキでのキルに関われるとしたら相当前にもっと死体が見つかってるはずかな。コックピット情報、ごめん、ブリちゃんの新情報って誰かありましたっけ。アイブリさん、あれエレキで死んでたんだよね。いやそれは多分アドミンの2でしかないんだよね、うん、アドミン2って言ったからブリちゃんなんじゃない。藤宮さんが藤宮さんがエレキで、ごめんそうだったわ、で僕がすれ違ったから直近でオラフ君っていう風に。そっか、そうですね、僕多分容疑位置にいつでも入っちゃうと思うんで、釣るなら今だと思ってて、であと本当にできないかどうか、5秒以内でキルできないかどうかをちょっと。5秒以内だったら僕とマユコさんとゲンさんはとナナコさんはやっぱり厳しいですよね。はい、なので思うけどその5秒かな、どこかさん、メイヤさん、結局エレキのどこで死んだっていう話ってありましたか。僕できないと俺ね、まだできないよ。僕でいいかな、ダサコいるかもしれない。あと、現です。藤宮さんで落ちてる場合は、この議論そもそもあんまり意味がないから。そうなんだよね。うん、なんか、この辺で留めといた方がいいのかなぁ。あ、そっか。そもそも初手が足湯さんじゃなくてってことか。です。いや、これでね、一郎は絶対に連れてるから。足湯さん、ハイブリさん、藤宮くんの3人がもう落ちてるから、初手はもう完結ですか。初手のキルに関しては落ちてるんじゃないかな。マジか。うん。タスク妨害コミサボしつつだな。さてさて、こっからはね、キルペオアタスクの速度の立つ戦い、タスクが速いかキルペが速いかの、うん、まあ、基本は畑迫さんに塗るっていう方針でいいと思います。そこに死体はないよ、ゲンさん。あとは任せていいかな。まあ、ナナコさんとか切ったらめちゃくちゃでかいかな。さて。サーバー任せよ。ナナコさんいるな。うん。畑迫さん切った。はい。はい。ああ、畑迫さん。あーよかった、畑迫釣れなくてよかった。うんうんうん、何秒前かな、多分10秒以内かな。それはちょっときついかな。発見位置エレクトリカルの天キーでいうと1番と4番の間ぐらいなんですけど、私は、あ、でもどうだろう、まあ、発見するまでに私貨物の方から行ってるんですよ。オラフさんが多分見てくださってると思うんですけど、あ、見てないかもしれない。私が、オラフ、僕見てくれてるなら、はい、はい、金庫のとこに行ってるので、ああ、はい、はい、で、診察で見たときが大体10秒前ぐらいに見たんですけど、その時は誰も死んでなくて、ああ、じゃあ僕の白は取れます。はい。はいはい、じゃあ結構直近ってことでね。なので、私がちょっとレバーのやつを1個ペシってやったぐらい。で発見なんで多分10秒ぐらいかな。としたら減算視点で僕って結構厳しくないですか。僕左側に行って今展望デッキでアップロードのタスクやってるんですけど、序盤確かにお会いしましたけどその後は分かんない。あ、ちなみに私の視点だとメイヤさんと七子さんが左に行かれたっていう情報だけは持ってます。七子さんはどこにいたんですか。
僕はコックピットでアドミンを一度見て、でそのままもう今あのミーティングの方に向かってタスクとボタンを押しに行ってる感じです。ボタンで消えてほしかったね。武器庫1にいたのは誰だ。武器庫1にいたのは貨物1も見えてる、エレクトリカル1も確かあった、シャワーに1あったような気がするんだけど、武器庫に1あんな、これ殺されるかもなと思った記憶があるんだけど、武器庫にいたのか。あ、武器庫俺、武器庫俺。皆さん武器庫の後に展望に行ったってこと。そう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 。ルートは普通に武器庫、キッチン、展望です。武器庫でタスクやってからキッチン、展望です。いや、エンジンから武器庫行ってないと思うんだよな。え、エンジンから武器庫は絶対行ってるよ、だってゲンさんとエンジンですれ違ってるんだもん。あ、そうなんだ。まあ、うん、結構開幕ですよね。うん、あ、そう。でも多分奈々子さんが見てるのってその情報でしょ、そのぐらいの情報なんじゃない。まあそうね、武器庫にエンジンついてるなってことと、うん、ゲンはまあタスクで勝てるかなと思ってるので、うん、ああなるほど、まあ、ここで終わっちゃいます。それはそうですね。うん、麺屋さんだと思ってるけど行くまでではないなって思ってるかな。まあ、もそうですね。まあでも麺屋さんかなーって思ってます。きついね。ごめんサボー。タスクの位置をどれだけ把握してるかな。うん、3キルか、まあ、いけないことはない。発見できるかどうか。うん、きついなこれ。アダミン警察、うん、ボタンはとりあえず押させちゃダメなので。ナイス、いいよ。ここみんな行くよね。やりましたね、ゲンさん。ゲンさんやりましたね。現行犯です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 。いや、私の方が近かったと思って。ちょっと初手キルを考えてほしいんだけど、初手キルって誰になります？ちょっと推理しましょう。初手キルも何も。一回推理してほしい。初手キルは誰だと思いますか？説明します。ゲン、マイコさん、オラフさんの3人がかりでミーティングがあって、オラフさんが死んでるんで、皆さんしかいないと思います。初手キルに関してちょっと話を聞いてほしくて、初手キル誰がやったと思います？誰のキルなんですか？慎太郎さん。なんかそんだけ堂々とおっしゃるってことは、宮さんがかっこよくやったんじゃないかなって思ってます。いや、慎太郎さんが死んでるわけじゃないですか。いや、クイズです、クイズ、これは。クイズ。僕はもう釣られるのは仕方ないので、初手キルはどうなったのかを考えてほしい。ああ。藤宮さんがアドミンを見てたターンですよね。はい。で、足湯さんと情報がずれていたと。ずれていた。はい、だから足湯さんが釣られちゃったんですが、宮さんがやられてた可能性もワンチャンありますよね。それこそ藤宮さんがダウンロードしてたって言ってたタイミングは停電中なのか否かで変わる気がする。僕はたさこさんとオラフ君に資料を借りてます。それが間違っていたということですかね。じゃあ今思えば藤宮さんが正解正解なんですか。正解。藤宮さんがダウンロードしてたって言ってたのどこでしたっけ。武器庫だかなと。武器庫です。ごめんなさい、僕に通してください。武器庫の上か下かぐらいじゃないですか。武器しれっとしまいに行ったりとか、はい、皆さんがありました。僕がやりました。分かんない。僕がやりました。確かに初手キルは上手でしたね。分かんなかったです。分かんない。うまいキルだった。ごめん。
藤宮ごめんよ。あ、やちゃんなんだ、あぶねー。3人で登ってくんのは汚いよな。あぶねー。3人で登ってくんのは汚いよ、マジで。奈々子さん、奈々子さん死んだなと思ったんですけど。そう、みんな同じこと考えてます。あ、奈々子さんいないってことは死んでんなって思って。なんで助けに来てくんねえんだよ、みんな。みんな登ってた。え、ミヤちゃんアドミン偽装？そうですね、僕が、メイヤさんが武器と上で切ってるのをだいぶ飛ばしました。はいはいはい、適当にだいぶあの、ね、メインとかアーカイブとかも行ってたんで。だから割と初手で僕と藤宮くんはね、かばい合ってるんですよね。うん、いやもう、そこのシャワーにあるから僕綺麗にスコーン釣られたじゃないですか。うまかったな。あのちゃんとミヤちゃんまで釣り気じゃなあかんね、やっぱね。うみんなすごかった、藤宮くんまで届いたって霊界で感動してましたね。ね